どうもありがとうございました。もちゃちゃんです。さあ、今回ですね、資格試験マニアの皆さんにおいでいただきました。なるほどよ。ということでね、まあまあ、伊関さんはね、何度か登場しておりますけど、はい、武田塾イングリッシュではレギュラーでやってる、日本一のね、英検1位を邪魔した人ということで、英検級の。奨励賞の2位でしたね。奨励賞の2位。奨励賞っていうのが高い点ってことですか？奨励賞は、実は英検1級を3回以上合格した人に出る賞なんですよね。はいはいはい。その2位ってことです。あ、じゃあ奨励賞の1位。大丈夫みたいですね。ということで、まあまあまあ試験マニアなんでね、そしてマッキーさん初登場でございますから。あ、よろしくお願いします。はい、マッキーさんは普段どんなことをしてるんですか？僕は結構 TOEIC とか教えてることが多いですけれども、あとは今は、英語の資格の勉強は、今はあの CPE ですね、ケンブリッジの。あ、ケンブリッジ、うん、あれの勉強を始めようと思っているところで。だって、IELTS 初めて受けて 8.5 ですか？そうです、IELTS は。そうなんですよ。やばすぎる。なんとか取れてしまいました。すごいですよ。で、トプルが118。118。あれはもう死ぬほど1週間に2回とか受けてたんで。1週間に2回？はい。すげえ金かかる。すごい。3週間ぐらいしか持ちませんでした。しかもそれうちで3週間やったんですね。3週間ぐらいやりました。すごい。はい。だって高校生までは野球尽くしで。そうです。大学はどうしたんですか、大学。大学入試は半年で、もう死ぬほど狂ったように勉強して、はい、なんとか、もう力技でしたね。大学は言ってるんですか？大学行ってます。度胸大学の英語学部入ってて。はい、だからあそこはあの英語だけで最悪入れるんですよね。ああ、なるほど。あの時は。で、現代文も一応受けたんですけど、はい、なんでほぼ2科目。睡眠時間3時間で。2時間じゃないですね。コメント絶対。じゃあ足りねえよって言われる。1時間多すぎだって言われるかもしれないですけど、はい、2時間で、それでもうだってずっと英語の勉強してたんですもんね。そうなんです。だから頭狂ってしまいまして、もう家の壁を破壊するまで。え？なんか、もう覚えてないんですけど、はい、ちょっと勉強できなかった時があって、その時自分にもう怒り狂ってしまって、はいはい、家の壁ガーンと壊れてて、で、親何も言えないみたいな状態まで精神的に狂ったので、3時間睡眠はダメです。絶対ダメです。やらない方がいい。やらない方がいい、絶対に。勉強して英語こうガーッと上げてって、勉強して勝つために行ってるって言ってたんで、そうなんです。そうです。追いつきたい、追いつきたい、はい、もう目標憧れの。そう、清春先生がね、はい、IELTS 9.0 で、トフル120、英検9満点ですから。国連英検はどうなんですか？受けてないです、まだ。あら。あれはね、一般常識みたいなのも必要じゃないですか。一般じゃないか。国連常識みたいな、うん。そうですね。それもないと取れないですから。あれが怖いですね。資格マニアとして。ぜひ、チャレンジはしたいです。まあだから、資格マニアって言って、まあやっぱり安子先生とか、上田一条先生たちがね、すごい有名だったんですよ。まあ YouTube とかメディアがあったんで、資格マニアとして知られるようになりましたけど、まあそんな中でもう全然僕は一条先生とか知ってたんで、いやいや、まだまだもっと資格すごい人いるからって言って、でも、一条先生はなかなか国連英検特例級が受からなかったっていうね。不思議でしょうがなかったですね、あれが。それがやっぱ国連英検特例級っていうのは、しんどいものだったんですか？そうですね。指定教材があるんですけど、大体に2、300ページぐらいかな。それをもうほぼ丸暗記しないと答えられない問題が結構あるんですよ。まあ、100点満点中10点分なんですけど。国連の知識に関するやつ、ね。はい、まあ。そうですね。で、それと、あと英作文が20点分あって、でそれもやっぱ国連について聞かれるし、でまあ、その1次試験と2次試験があるんですけど、まあ、1次は一発でも。合格したんですけど、うん、2次が3回ぐらい落ちてて。そうなんですよ。はい、だから、英語は喋れるんですよ。例えば、オーストラリア育ちですから。それ英語は喋れるのに、2次を受からないか、僕は何って毎回思ってたんですよね。単純に知識不足ですよね。時事問題とかについて聞かれるんで、まあ、その時に、ホットであるトピックとか聞かれるんで、まあ、それについて自分の意見がないと、全く歯が立たない。ケンブリッジ英検 CPU は？ああ、は受けたいんですけど、はい、あれって年に3回ぐらいしか、はいはいはい。実施されてないですね。だいたい土曜日ですか？土曜日、僕、仕事なんです。ああ、なるほど。そういう理由もあるわけなんですよね。本当は受けたいですよ。でもあれは、森田先生からすると、一番やっぱ難しい。そうですね。全然やっぱり。あ、ただ、簡単になっちゃいましたよ、少しやっぱり。そうですか。今の時代の CPE で呼ばれないっす。ちょっと優しくなっちゃった、時間も短くなりましたしね。けど、ただ国連英検特 A 級は、その国連の知識が難しくなったんで、昔よりも。昔はもう本当に僕過去問全部研究して出るところだけ覚えたら、うんうんうん、もうそれで絶対取れるっていうものだったのが、今は本当にテキストちゃんと覚えない。うんまあ、僕みたいな、ね、対策野郎が出てきちゃったせいで、やったんでしょうけど、あとは通訳案内し、取ってないですよね。取ってないです、そういえば。僕は、
度受けたことがあって落ちましたよ。はい、あれあれはでも、英語の部分と、で、日本の地理と歴史と、うん、まあ一般常識みたいなやつだと思うんですけど、はいはい、英語の部分は英検級持ってたんで免除だったんですけど、うんはいはい、他の3つが全然ダメだったんですよ。うん、日本に帰ってきたばかりで、ほとんど知識ない状態で、まあとりあえず受けるかって受けてみた結果、確かそれぞれ多分4割ぐらいしか取れた。日本の歴史、日本の地理、はい、かなりマニアックなところまで、そうですね。ならなきゃいけないですし、あとは今は科目増えてますんで、観光業に関することも勉強しなきゃいけなくなっているので、難しくなっておりますし、で、あとはやっぱ東京オリンピック前は、幅が広かったというか、結構ウェルカムウェルカムだったのが、今、ガッと閉じたんですよね。だって合格者数っていうのが、すごく影響される国家試験なんですよ。まあ、ただ、ね、コロナ禍終わったんで、まあ、ちょっと増えるかもしれないですけど、はい、そういう感じの試験で。なるほど。じゃあみんな、まだまだやんなきゃダメだぞ。そうですね。ヤビモータ先生はまだ受けたことがない資格試験って何か？僕が取りたいのは、今の工業英検、名前変わったやつですね。テクニカルライティングの知識とか必要なやつですよね。うんうんうん、あれが受けたい。工業英検の最後を受けてるんですよ。うん、で、うん、その時は2級を取らないと1級を受けちゃいけなかった、うん。だから、いきなり1級受けられなかった、うん。なんで、2級を受けたんですね。で、さあ次は1級だと思ったら変わりますよね。変わるんかい。もう1回じゃあ2級からやんないといけない。いや、わかんないです。その新しいやつは受けてないんで。うんうん、変わっちゃうんだったらいいよと思って。せっかく目標にしてきたのに、なくなっちゃったよって思って。なんで、そこは勉強してましたね。それがまあ最後なんですけど、うん、その後で、まあ、YouTuber 人生が始まったんで、うん、どうです？トフルもやっぱ IELTS も難しくなったってよく言われるんですけど、そこはどうなんですか？僕はあんまりそんな気はしませんけどね、昔の方が長かったし、うん、まあそうですね、うん、トフルなんかだいぶ今やトイックより短く受けれますからね、はい、やっぱライティングの点数が出なくなった出なくなったっていう人多いですよ。トフル新形式の前からですね、やっぱりエッセイはだいぶ厳しくなっただろうって言ってる人たち結構いましたね、うん、厳しくなったっていうか一貫性がないような気はしますね。なんか、うん、採点のはい、これでいけただろうと思ったら思ったような点数出なかったりで、逆にあこれはちょっと微妙だったかなっていうのが高得点出たり、します。人が採点してるとこはよくわからんと。コンピューターと人でしょうけど。うんはい、どうですか受けてみて。いや、確かにそれは僕も思いました。これ言っただろうって時に、全然言ってなくって、すごいショックを受けて、うん、で、その次もそのショックのまま受けたんで、1週間に2回とか受けた時は、うん、もう全然ダメだったと思っても、スコア見ない、見るつもりもねえよと思って来たんで見たら、あれみたいな。上がってるみたいな。ライティング29とか取った時は、本当にそれで。IELTS は変わってるとは思います。それも変わってない。僕、IELTS 初めて受けたのが、8年前とか9年前とかなのかな。で、ライティングとか対策せずに、まあ、8.5 が出て、その頃は、そのライティングがすごく難しいって、点数が出づらいっていうのを知らなかったんですよ。うんはいはいはい、だから 8.5 か、なんで9じゃないんだろうみたいな感じで、もう一回受けて、で、確かまた 8.5 だったのかな。うん、そう、だから最初の頃結構 8.5 が出てたんですよ。うんで、まあ8とかもありますけど、で、7.5 出ることはなかったんですけど、うん、でまあ最近は確かに 7.5 とかもう出ちゃうようになってて、はい、厳しくはなってるのかなっていう気はしますね。え、それ全体オーバーオール？あ、ライティング、ね、ライティングが。すごいね、あの試験。おかしい。ネイティブスピーカーそもそもね、取れないっていうので、うん、もうめっちゃいろんなネイティブスピーカーが怒ってますからね。はい。なんでだ採点基準すっごい細かいですからね、うん、よく言われるのは6とか7とかはちゃんと採点してくれるけど、うん、それ以降は採点がちゃんとしてないって言われてますよね。そこ変えろって言ってるのになかなか変わらない、はい、だからそれで受ける気なくすんですよね、うん、あの試験ね、うん、どうですか受けてて IELTS 僕ライティング一発で8だったんですよ。でもトーフルでめちゃめちゃ頑張したので普通に変えたんですね。だから IELTS って結構細かいところ気をつけなきゃダメって言われるじゃないですか、はいはいはい、あんまり知らなかったんでこれはもう実力勝負でいこうと思ってトーフルと同じようにとにかく論理構成とかはそれないように気をつけてそんなにいろんな表現使ってるわけじゃないですけど繰り返しぐらいは避けてやってったら8取れたんで、なんかすごいなんか皆さん結構細かいところまで気にしろとか結構おっしゃる試験だったのと思うけど、ド直球で書いたらいけるんだなっていう、うん、他のパートでもトフルとアイエルツだったらリーディングどっちの方が難いと思います？リーディングはアイエルツは全体的には簡単なんですけどこれわかんなくねみたいな問題が2問ぐらいあって、うん、どうやってもその2問わかんねえなと思って、まあ、よく言われるのは記述なしなのか、うんうん、間違ってるなのかの判断ができないとかね、うん、よく言われますけど、まあ、全体的には確かにトフルの方が難しいですもんね、うん、内容的にはそれがまあよく言われますけど、うん、どうですか一ノ瀬先生的には。そうですね、私もトフルのリーディングはあんまり、まあ、正直好きではないですね。面白くないんで、アイエルツの場合は、まあ、雑誌に出てくるような面白い記事とか、うん、内容自体が面白い記事が多いんで、まあ、読みやすいなと思うんですけど、うん、まあ、トフルの場合はあんまり発展
性がないんで、うん、ただ延々と何かを描写してるだけみたいな、地球の構造とかの描写とかそういうのなんで、あんまり頭に入ってこない場合があるんですね。A 級の方が面白いって言ってましたもんね。あ、そうですね、はい。で、リスニングはどうですか？まあ A 列の方が簡単ってよく言われますけど、まあ、結構種類が違いますもんね。全然違いますね。書きがあるんでね、うん、スペル苦手なんで、毎回間違わなかったことがないんで。あ、そうなんですか。そんなにヘリコプター書けなくて、わからんってアメリカ用でチョッパーって書いてで、他で A 列いろいろ受けてる人が聞いたら絶対パスそれはそうです。待ってるじゃんって。あと、もう本当覚えてる、サンクリーム、アメリカでサンスクリーンって言って、あ、はい、サンクリームって書けるんですよ。スペルはわかるんですよ、うん、くっつけんの、話すの、わからん。サンスクリーンは知ってる、サンスクリーンって、はい、これも聞いたらダメ、知ってるからって、同じ意味の単語を書いていいわけじゃない。えって言ってすごい嫌になったの覚えてます。あれはもう嫌いってそれが理由。トフルの方が聞いててはむずいと思いましたけどね、うん、そうですね、内容は多分トフルの方がやっぱ学術的なものが多いんで、うん、まあ、難しいとは思いますね、うん、ただ IELTS の場合はなんか一瞬聞き逃しただけもう終わりっていう、うん、そういうケースもあるんで、常に集中してないといけない。はははは。トフルの場合はちょっとその抑揚をつけられるんですよ。ここはすごい集中、うん、あ、ここは大丈夫とか、アイエルツは常に神経を使ってる、うん、そういう違いがある、まあ、あとはね、アクセントですよね、はい、まあ、イギリスアクセントだったりいろんなアクセント出てくるんで、アイエルツ最初だからもう大変でした、聞こえなくて。その辺大丈夫なんですか、アクセントは。アクセントはまあまあ比較的いろんな英語聞いてきたんで、なんとなくって感じですね。けどイギリスの方はやっぱり苦手ではありますけど、うん、やっぱアメリカ英語で勉強することが多いんで、ケンブリッジ英検がね待ってますから、うん、やばいですね。そういえばケンブリッジ英検もやっぱ引っ掛けが嫌です。まあ当時僕はイギリス英語聞こえなかった時代だったんで、もう地獄でしたね。じゃこれみたいなんで、で本番レクチャーアメリカ人だったんで、へー、そのことある。ライム以降アメリカ人で、すごい周りのみんなよかったなーって。ちなみにどうやって聞けるようになりました、イギリス英語。ケンブリッジ英検の勉強ひたすらやってでですね、それで聞こえるようになりましたけど、うん、でもやっぱりまだね、スコティッシュ、ハリーポッターとかはね、うん、全然違うと思うんですけどね。まあ伊勢さんはね、イギリスいたんで、うん、そうなんですよね、まあ、そうだ、抵抗ないと思うんですけど、うん、CPE の方が国連英検よりも圧倒的に簡単でしたね。マニアによっても違うんだ。スピーキングはどれが難しかった？トフル、アイエルツ、国連英検、うん、ケンブリッジ英検。あ、でも国連英検入れるなら国連英検です。あ、そうですね。そっちが必要だ。じゃあアイエルツとトフルだったら、やっぱこれも全然種類が違いますからね。トフルはほとんど聞いたものとか読んだものをまとめる、そう、要約しないといけないんで。で一方、まあアイエルツの方は主に自分のことについてとか自分の意見を述べるんで、うん、まあ自分的にはトフルの方が結局は言わなきゃいけないことが決まってるんで、そう、取ることができて、あと読んで文章を理解できれば、まあ割と簡単かなっていうふうに思うんですけど、でもやっぱその制限時間があるっていうのね、そう、プレッシャーがね、そうですね、きついですよね。確かに制限時間がやってあー言えなかった、そうそうそう、足りなかったってなる時の悲しさ、はい、僕未だにありますもん、トフルでは時間がっていう、うん、最後の方だけめちゃめちゃ速くなる、そうそうそう、スピードめっちゃ速くなりますね。え、どうでした、あれをこうやってて。いや、トフルはスピーキングで4点満点で採点されるじゃないですか、はい、それの3まではまあまあまあなんとか、うん、だから24点とかぐらいになるんですかね、23点か。ただそれ以上のやっぱ4取るってなると、やっぱ全部言えたなって思って、もうトフルの採点基準の中でここは入れてねみたいなところが入れられてないと落とされますし、うん、はい、だから満点、高得点取るのは結構難しいなと思います、ね、やっぱあとリスニング力がめちゃくちゃ大事ですからね。もう前提ですからね、もう講義とか聞こえないといけないっていうのはね、うん、それに対してね、会えるとは別に質問だけなんで、そうですね、で目の前にいるし質問返してもね、うん、ちゃんと言ってくれるし、うん、全然会えるとの方が楽でしたけどね、うん、アイデアとか浮かぶのはもう楽なんで、全然何喋ろうとかすぐ浮かぶんで、トフルの方が辛かったですけど、アイエルツ最初からスピーキングですか、スピーキングけど 7.5 だったんですね、微妙な感じの。なので、じゃあ初受験でライティングの方が高かったんですね。そうなんですよ、すげえ。そんなこともあるんだ。でスピーキングは本当にインタビューだから お話すればいいのかなと思ってたんですけど、まあよく考えれば普通なんですけど、まあ、相手はそんなにリスポンスくれないじゃないですか、はい、もう無表情だし、リスポンスくれみたいな感じで最初思ってて、笑ってくれないかなとか思ってすごいこうやって話しかけたんですけど、全然反応してくれなくて寂しい。人によりますね。そうですね、反応してくれる人もいます。いるんですね。そう、すごい寂しくなっちゃって、こんな違うこと話しちゃったかなみたいな、すごい不安になりながら話してました。ちゃんと聞いてくれるだとか僕は分かりました。受けてる、僕の場合同じ日に受けてる人って点数見えたんで、だから5とか書いてあるんですよ、5みたいな、5がずらーっと並んでる中で俺が喋り出したらすげえ聞いてくれましたよ。もうすげえ嫌がってるんですよ、もう最初そりゃ嫌だろうって、5ばっかりやもん、ね、そんなのもう英語喋れない人たちの集まりですから。
すごい握手されましたよ。へ、ぇ、そんなこともあるんだ。ワイエルツもね、島津さんも握手されたし、へぇ、8年とか握手されたと、握手されましたよ。っていうこともあるぐらいですからね。面白い。そういう感じで、まあ、試験はいろいろ違いがあると。僕はやっぱでも、ケンブリッジ英検が嫌い。そうです、嫌い。ケンブリッジ英検だって、喋んなきゃいけないですか、他の人と。ペアでやんなきゃいけなくて、CPE はカナダだと、その同じ学校のペアとちゃんと組めるんで、だから知ってる人と組めるんで、だそれでよかったですけど、日本でやったらこれ無理だなと思いましたもんね。こんなの相手が喋ってくんなかったら、キャッチボールできなかったら終わりなんで。だから FCE っていうのをもう一回普及させようと日本でやった時に、まあ、ファーストですけど、今名前は。それの学校バージョンがあって、それ河合塾で受けれたんで、やった時に僕と河合塾のスタッフと高校生3人になったんですよ。端数は講師僕1人しかいないで、端数は3人で、2人じゃなくて3人でやって、やりづらい試験だなと思いましたよ。喋れないし、スタッフはすごい頑張ろう頑張ろうみたいな感じで、うわー、あんま盛り上がんないなと思って、もっと喋ればよかったと思ったけど、全然満点でした。他人がいるっていうのやりづらいなっていうのは。なんか採点基準の中に相手から話を引き出す能力みたいな、そういうのもあるんですか？あるんですかね。あ、公開されてないんですね。公開、あ、まあでも試験監督たちはいるから、高等部は多分。もうカナダで受けた本番は結構緊張しましたね。まあだから IELTS に関してはね、よく海外に行って受けろとかっていうのは中国でよく言われて、中国ではめちゃめちゃ採点基準が厳しいから、海外行けばお前の通ってる語学学校の先生がいてくれて優しくつけてくれるからなとかっていうのは定説みたいになってますよ。こんな裏技、こんなこと言っていいのかわかんないけど、ダメな試験じゃねえかみたいになっちゃうかもしれないですけど、よく言われたりしますけどね。はい。という感じで、今回は資格マニアの皆さんにですね、石井さんあんま喋んなかったけど、はい。英語の試験と比べてみました。まだまだ皆さん受けれる試験いっぱいあるじゃないですか。受けないとですね。はい。じゃあ、待っておりますんで、上に行くわけじゃないけど、資格マニアで頑張っていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。